すりか川ダムは、福島県福島市半坂町もには、一級河川、阿武熊川、水系すりか川に建設されたダムである。国土交通省東北地方整備局が管理する、国土交通省直轄ダムで、すりか川、阿武熊川の流部の地水と福島市、日本松市など、福島県中東り北部地域への利水を目的とした、特定多目的ダムであり。 白石川の七河宿ダムや大滝根川の三春ダムと、共に阿武熊川の治水に死している。東北地方では有数の規模を誇るダムの一つであり、最も新しく完成した大規模ダムでもある。ダムによって形成された人造庫は一般公募1000通以上の中からもにわくこと命名された。1966年から福島市が将来の水需要などを予測し調査した結果、 すりかみ川上流部にダムを作ることが適当とされ、1973年、国が予備調査を行い、坂渋地区をダムサイトとした。1982年に実施計画調査を開始し、1992年10月に、天流工事開始、1994年12月に、本体工事が開発された。そして、2002年7月に、 停滞盛り土が完成し2004年2月19日から試験淡水が開始され2005年4月にサーチャージ水位に達し9月に完成した。モニワッコ空撮このダムは下流域の福島盆地のほか岩沼市など宮城県内の洪水を防ぐほか湯野地区などの灌漑用水、福島市や日本松市などの水道水、また 併設された東北電力すりかみ川発電所による水力発電などに用いられている。完成後にダム湖の名称が公募され、結果、モニワッコと名付けられた。ダム湖周辺は公園整備され、緑あふれている。このあたりは人里離れており、とても良質な水を下流に届けている。水没による付け替え工事のため日本有数の 国道として知られる国道399号は、モニワバイパスとして整備が行われた。ありがとうございます。